皆さんこんにちは。株式会社セイバン代表取締役社長の泉孝明です。私たちセイバンは天使の羽ランドセルを中心に製造販売を行っています。テレビ CM などの宣伝も積極的に行っており、おかげさまで多くの皆様に天使の羽ランドセルをご愛顧いただき、業界ナンバーワンシェアをいただいております。私たち製版はファミリービジネスでして、私4代目となります。2003年天使の羽が世に出た時、私はすでに前職のサントリーで働いており、会社を継ぐつもりは全くありませんでした。ところが先代社長である父親の体調が思わしくなく、後継者を決めないといけなくなり、戻ってこいと言われて、やむなく2010年10月に製版に入社いたしました。そのたった3ヶ月後の2011年1月に父親が突然急逝し、私がいきなり社長に就任することになりました。前職サントリーではまだ経営に携わったこともないし、父親から何も気づいていないし、200人以上いる社員の生活がかかっているというのをどうのようにしようかと途方に暮れていました。そんな時に前職サントリーの友人にが岸田さんを紹介してくれたのです。岸田さんにゴールドナット博士のことを教えていただき、ザ・ゴールを読むように勧められ、すがる思いで何度も読み返したのを今でも覚えています。システム全体を見て、最も滞留しているボトルネックを特定し、滞留をなくして流れを良くすることに集中する。理系出身の私には非常に理解しやすく、社長としてブレずに全社員に毎年全社方針として伝えてきました。また多くの社員にゴールダットコンサルティングのセミナーに参加してもらい、年を重ねるごとに TOC の考え方は当社に徐々に浸透してきています。ただ分かったつもりにならないように、これからも岸田さんはじめゴールダットコンサルティングの皆さんからの知識のアップデートを受けつつ、永続的に反映する企業を目指してこれからも精進してまいります。どうぞ皆さんのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。